バイオハザード2の序盤で圧倒的な存在感を放つこのクリーチャー、リッカー。ゲーム内では RPD の警官が命名したことになっていますが、実はファミ通での一般公募によって名前が決定したものなのです。スタッフロールのスペシャルサンクスの欄にネーミングコンテストウィナーとして2人の名前が記載されています。発売ギリギリで名前が決定したリッカーさん、制作チームの人は制作中リッカーのことを何て呼んでいたかご存知ですか？正解は青山くんと呼ばれていたのだそうです。青山くんとは後にバイオハザード3でディレクターを務めることになる青山和弘さんのことで、リッカーはこの青山さんをモデルに作られたのだそうです。言われてみると確かにリッカーに似てるかも。